田さん、今かおりちゃんが大ブレイクしていまして、うん、うちの YouTube でも、SNS 系でも、そうですね、再生回数700万回ぐらいいってるんですよ。でちょっと、まあ、たまたま今日日賀さん違うインタビューで来てたんで、ちょっと一緒に見るとさ、ぐっと見るんじゃないですか。ぐっと見ると思うよ。いや、もうこっちからこっちを見る。日賀さんパワーです。三平の落語じゃないですか。ちょっと日賀さんのなんかこう気になるところをこうちょっと聞いてもらえると嬉しいです、ね。あのね、あのジョブロックってね、レディースやってた2代目総長で、あの当時インタビューとかやりとりしてたんだけど、あのジョドックに入る前が一番カオルちゃんは実はやんちゃをしてたっていうね。大体ほら先輩が大体そうだったとかさ、周りの友達がちょっとそれっぽかったってなるけど、そうでも何なんですか。きっかけはね、ちょっと突き詰めた話をすると、うん、小学校5年生の時に会話に来た時に、うちのおばあちゃんも一緒に来て、おばあちゃんもずっとね、あの、病気で介護が必要な状態だったんですね。昼間、あの学校から帰ったらおばあちゃんの介護してっていう、そういう状態だったんです。ずっと3年くらいかな、中学校1年くらいみたいな。おばあちゃんが入院してしまって、それからなんだよ、なんかね、なんか夜何もなくなった、やることはなくなったっていうので、じゃあ夜暇、夜遊びができる。全部友達も一緒に夜遊びしないとダメだよね。夜暇の子が集まっちゃったんだよね。それ中学の時、中学1年くらい、中学1年くらい、バトンと同じ部活の子が、家で住むの早かったんだよね、確かに。で、中学って何、中学2年生、夏くらいに、それは遊びたかったからね、家が嫌だったことじゃない。そうだね、その遊び、最初はその遊びが延長、でもその時はあのパパは近くにいなかったんで、でその時はおじいちゃんとうちのマークとマークにも3人で来ませんでした。家でした、家で先は友達家とかされる、そう特定のとこじゃなくて、何人かたまり場を渡り合い、ってことは同じようなちょっと不良っぽい子がいっぱい集まってきちゃったんでしょ、だん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 それは私中学を卒業してすぐに行った。やめたの。そうあそこだから女族が一番真面目だったって、そういう意味なの。そう、え、あのだからそれが真なのやったら。やめたの。よくやめられたじゃん。やめたきっかけは、そのずっと真が捨てて、うちの母が、なんかで一緒に買い物に行ったのかな。香り、結構すっごい泣きそうな顔して、香りがそんなに死んだって、なんかやめてくれって、もうちょっと泣きそうな顔をして言われたから。でもお母さんはそんなに、あれでしょ、またうせえこと嫌みたいに、そう思わなかった。そう思ったんだけど、なんか、なぜかその時にすっごい泣きそうな母を見て、そうだよって思っちゃったんだよね。で、私、シンナーはやめるけど、タバコはやめられない。まあ、その方がね。そう、タバコは絶対やめられないから、もうやめるんだったら、シンナーはやめるって言ったの。言ったら、その次の日にワンカートを買ってきてくれたの。タバコ、まあ、よくないよ。よくないけど。お母さんが、でも、苦渋な性格だったんだけど。まあね。で、ワンカートを買ってきてくれて、それを見て、あ、マジでやめる。でもそのスナックのママやった時も、もうシーナもそうなったし、ジョークのメンバーとどこで出会ったのか、そので、何人か中学時代だった、当時すごい、その、スナック時代に知り合った、すごい結構可愛がってくれた上の先輩なんで、で
その先輩と遊びようになって、で、なんか、地元に帰っても、なんか、みんな大人しくまでつまんないっすよねって話をしたら、で、T シャツ作ってみるよ。でも、その先輩が、あ、なんか、レディース面白いよね。その先輩と女性と何でしょう？多分、あったかない。伝説にも。そう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 。面接から失敗かもしれないけどさ、だってちゃんとインタビューして彼女だけで政治作ること覚えてる。うん、そうに、すごい私壁だったの。あ、そうなんだ。香り、これもうレディース作ってみたわ。あの、地元にレディースはなかった。なかった。なかった、ね、なかったんで、で、あ、じゃあ作るっていうふうになった時、うん、で、まあ中学にね、だから一緒にみんな連れてた仲間とかも、に声が声がけそう、レディース作んないんです、やんない、一緒にで声かけて、あ、やろうやろうっていう風に集まってた。で、当時なんかみんなまたなんか親友してたりとか、まあ中にはね、なんかまあいろいろあるとかもラリーする中で、もう一回復帰させたかったんです。ちょっともう一回ふざけたかったんですね、うん、最初のメンバーってのは十何人いたの？十何人いたの、ね、後輩とかもいたし。あ、そう。じゃあ一個下、あいつもじゃあ声かけよう。いや、もう本当にとりあえず小山のヤンキー、あの小山の女のヤンキーはみんな女族みんな女族。あの、チーム名は誰がつけたの？チーム名もSNS 等でバズっていることをうちの出版社が、通知を知り、単行本を出そうと、かおりちゃんの
そういう話が今まとまっております。なので、まあ、ここから先の貴婦人の話とかね、まあ、前も聞いた話なんかはそこでもう少し細かなことも一緒にそこにこう織り込んでね、いければいいと字書けるいやもうパソコンだ、パソコンだ。でもう一つ朗報があって、比嘉さん、ね、ディーンズロードの初代編集長ですよ、まあ、当時の、編集部から見た、まあ、香織ちゃんもその中に入ってるようなんですが、その本を今回書きまして、なんと小学館ノンフィクション大賞受賞でございます。偉い人と食べ口でしょ。まだ食べなさいよ。なってないからさ、いやでもすごい、6月に、ね、出る予定なんですよ。6月ですね。タイトルが特攻服を着た少女と1825日。私も出てます。まあ、1825日ってのは、まあ、適当な数字なんだけど、大体俺5年間ぐらい人数がかかったんです。医学者数字で、まあ、いろんな思いが書いたんだけど、ここにいる香織ちゃんのこともちょっと書いてあるんですよ、まあ、印象に残った女の子何人か書いてあって、ですごい不思議なのはさ、ティーンズロードって30年前のね、だから30年前のことの思い出の話もあるんだけど、すごい不思議なのはさ、何人かのレディースとずっと交流があるんだよ。これが書くきっかけになった。だから、まあ、香織ちゃんもそうなんだけど、聖子ちゃんとか純子ちゃんとか、豊橋の方の信子さんとか、そういうのがいるんだけど、そういう人も、まあ、ずっとなんかこう、つながってるって言ったらだけど、交流があって、でそれ辺の話を、まあ、記憶があるときにこう書いていきたいなってなって、まあ、今回書いてるんだけど、これが途絶えてるとさ、単純に昔だけになっちゃうから、なんか俺もそんなに書きたいと思う。いやちょっとでもね、比嘉さんと香織ちゃんの作品を楽しみにしたいところで、楽しみにしてかけるかな。ちょっとまあ香織ちゃんに関しても、まあ、今後詳しいことが決まったらまたね、はい、お伝えしますということで、今日はすいません。いえいえいえ、ありがとうございました。